さて、福島にやってまいりました。ここはね、桃農園です。まあ、正直木に桃がなってるの見るの初めてだな。リンゴとかはねありましたけど、見たことありますしね。でもね、桃がねがっつり木になってるの見るの初めてです。で、今年は暑くて、で雨も少なかったんで、桃の生育にとっては良かったということです。さあ、ご覧ください。さて、あたたら登山ですけども、山頂アタック叶いませんでした。登頂ならず。多分人生で登山で途中で諦めたの初めてですね。まあちょっと雷も鳴って、まあ雨もひどいんで、はい、まあちょっと今回はね途中で諦めました。屈辱ですけどね。まあ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 、仕方ないですな。山頂まであと20分の場所でリタイアということで、はい、戻っております。山の事故ね、特に今年多いんで、皆さん気をつけて。それでは、thank you.
今回ですね、安達太良山登山を計画して、その近くの温泉ということで流れて訪れた土湯温泉、名前も聞いたことなかったですけど、ここはね秘境ですね。私にとっては、知ってる人は知ってるのかもですけど、私にとっては秘境です。知らなかったし、人も少なくて、で食べ物とか温泉の質、湧き水めちゃくちゃいいです。ここまた檻を見てね、1ヶ月ぐらい長期で、長旅の後ね、ここで静養するのも休養するのもいいかなと、骨休めに思いましたね。なんとも観光ずれしてない、観光客によってあまりこう人がたくさんいたりとかね、あんまそういうずれ、観光客ずれっていうんですか、してない感じがたまらないです。最高。日本の夏をね久しぶりに、体験してますが、尋常じゃない暑さでね、もう結構体夏バテでやられてたんで、ちょっと疲れを解消しようということで来ましたけどね、最高でしたね。東北、土湯温泉本当にいいとこです。おすすめです。あとは来たタイミングで年に1回の盆踊り大会、参加できてよかったですね。これもコロナ禍でいろいろ制限とかをかけてはあったらしいんですけど、コロナ禍を経て制限なしで開催されたのが今回初だったということで、4年ぶりとかですかね、それをね体験できてるっていうのはいいです。ただね、もうちょっと日本は暑いんで、そろそろ次を考えていくタイミングかなという感じですね。今しばらく日本を満喫します。